はい、こんにちは、キリンです。なんか、禁断ボーイズの田中さんが、ヒカルさんのことを悪く言ってる、悪口を言ってるみたいな、なんか記事がちらほら出ててですね。で、それどういうことかなと思って、ちょっと見てみたんですけど、なんかですね、禁断田中さんのお友達で、なんか、平田くんさんっていう、キャス主の方なのかな？なんか YouTube もチャンネル持たれてて、で、なんか歌ってみたやってたりとか、ゲーム実況やってたりする方みたいなんですけど、その方の発言が元になって、田中さんがヒカルさんの悪口を言ってて、で、それを聞いたヒカル信者さんが田中さんに対して批判してる、みたいな状態らしいんですよね。で、その元となったのが、その平田くんさんのツイキャスの放送での発言なんですけど、それ僕実際聞いてみたんですよ。で、聞いてみたところ、まあ平田くんさん曰く、まあ僕と田中さんは結構仲良がいいと。で、いろいろ裏で話を聞いてるけど、話を聞いた結果、まあヒカルさんはなんか、ダメだな、あいつは、みたいな感じで。なんか自分だけ助かろうとしてる。あいつはクズだとか言ってたかな。なんか、具体的な話の内容は明かさず、平田くんさんが結果的に感じた印象だけを語ってるような感じなんですよね。で、何を話したのか一切明かさないで、まあ結局ヒカルさんはクズ野郎だみたいなことを言ってて。で、これは、なんと言うんですかね。なんか、その平田くんさん、それ言わなくてよかったんじゃないって、まあ僕は勝手に思ったんですけど、要するに、ヒカルさんのなんか評価を落としたい、っていう目的だったと思うんですよね。っていうのは、なんか平田さんはですね、平田くんさんは、なんか一回ヒカルさんが、平田くんさんのなんか地元にちょうどなんかオフ会のイベントかなんかで来てた時に、その打ち上げかなんかになんかお呼ばれしたらしいんですよ。で、その平田くんさんはその場所に行ってみたところ、もうヒカルさん帰ってたみたいな。で、メサイヤさんと毛利だけがなんか焼き鳥食ってたみたいな感じで、結構ヒカルさんに対してなんか恨みがあるみたいなことを言ってたんで、結局その平田くんさんは、ヒカルさんの今評判を落としたかっただけっていうことだと思うんですよね。で、それによって今度は禁断の田中さんの評判まで一緒に落ちちゃってるんじゃないかなと思って、要するにその田中さんがただ陰口を言っていたっていうのがバレたみたいな。で、僕的にはですね、まあ平田くんさんの立場に立つとしたら、禁断の田中さんがまあ友達だと思うのであれば、まあそういう裏の話じゃないですか。なんか愚痴とかっていろいろあると思うんですけど、それ表に出ないから愚痴が言えるっていうことだと思うんですよね。なんで、それをその放送で明かしちゃうっていうのは、まあ、あんまり良くないんじゃないかなっていうか、まあ、禁断の田中さんと、その平田くんさんの、友達っていう関係性を考えたら、まあ、どうなのかなって思いましたっていう感じです。で、僕も結構その裏での YouTuber さん同士のやりとりとか結構話したりはするんですけど、それって別に内容的に何の差し支えないような、当たり障りない内容しか、そういうこと話すことはないんで、本当に、あんまり表に出すのはあんまりよろしくないかなっていうことは全然、そういうのはもう C で、放送上で言ったりはしないんで、大丈夫という、まあ、自己弁護した感じで、終わろうかなと思います。ありがとうございました。